これは、戻れます？流れの速さを考えずに飛び込んでしまった。あ、これ溺れる感じや。あ、なんだ、弟が言ったことなら忘れるんだな。ラムダの財宝って？ちっ、ごまかせなかったか。兄さん、話してもいいんじゃないかな。僕たちでもなかなか解けない謎なんだ。こんな素人に同産の謎は分かりっこないよ。そうだな。めっちゃバカにされてる。しかし、俺たちが狙ってるのはあの大盗賊ラムダの財宝だ。もし見つけたら一攫千金、一夜で大金持ちだ。そんな情報をタダで手に入れようってのは虫が良すぎるよな。さすが最強のトレジャーハンター。金の匂い逃さない。さすがだね、兄さん。ってことは、その一攫千金を当てたらあれじゃね？家買えるんじゃね？100ルピーだ。本当なら1000ルピーはくだらないとくだらないぜ。どうする、兄ちゃん。じゃあ、払うよ。へへ、確かに。兄さん、やったね。若き橋、かかる川物源流の闇夜に浮かぶ天の白滝。ラムダは宝の隠し場所を暗号にして残してたって話さ。ラムダの手下だったやつの子孫の親戚から聞いたんだ。確かなネタだぜ。そんな確かな筋の知り合いがいるなんて、兄さんはさすがだね。持ち上げまくりか。大盗賊ラムダの財宝。うるさいな。ほうほう。へえ。この辺の池、池じゃないんか別に。水たまり方だの。特に何にもなかったね。お、さっきまでおらんかったやる君。あ、もしかして祠の方から歩いてきた人？どうした？あ、失礼。考え事をしていて気づかなかった。許してくれたまえ。私はあのブラッディームーン現象の謎を探るため、日夜研究に励んでいるのだ。あ、あれか、赤い月のやつ。見たことあるよ。あの、ゼルダ姫がなんか囁いてくるやつやろ。今、知ったくぼりしなかったか？まあいい。私の話を聞いてくれたまえ。大厄災のあの日以来、月齢によらずに赤い満月が昇ることがあるのだ。そして深夜0時になると、空が血に染められたように真っ赤になり、その瞬間から倒したはずの魔物たちが蘇る。それがブラッディームーンなのだ。わかるよ。なぜ魔物たちが復活するのか、なぜ突然赤い満月の夜になるのか、そんなことさえ解明されていない、まだまだ謎が多い現象なのだ。君もブラッディームーンについて何かわかったら、いつでも報告しに来てくれたまえ。なるほどね。ひなばがん。ひがんばなみたいな名前やね。なんかすげえ、ややこしい。お、なんかびっくりマークついた君。野生ですので手なずけるまでは大変ですが、自分の馬を持つときっと世界が変わりますよ。なんたって野生馬手なずけ選手権2位のこの私が言うんですから間違いなしです。何にでも大会があるんだな。おや、なんですかその引いた感じは。別に引いてはないけど。いいでしょう。何が。疑うのであれば、この野生馬手なずけ選手権2位のフッサレの記録に挑戦してみますか。それは手なずけるだけ。そう来なくては。ルールは時間内にここに野生馬を連れてくるだけです。おお、なるほどね。この辺りを野生馬の宝庫。どんな馬でも構いません。私の記録は2分。2分以内にここに野生馬を連れてきてください。それでは行きますよ。オッケー。野生馬を捕まえて。あ、でも要は、あれやんね。野生馬に乗ってここまで来んといかんのよね。その辺ってあれやない。ゴブリン。馬乗りゴブリンがおるんやない？大丈夫？あの、野生馬？馬さん、ちょっと、逃げたし。ちょっとそういう感じ？逃げるんすか？蹴られた。蹴られた。そんなことがあるの？初めてなんすけど？超びっくりなんすけど？ねえ、馬さん、馬、シャポンって、そっと近づいていった方がいいのこれ。逃げるじゃねえか。お願い。よし、乗った。あとは、降りた。降りたよ。降りたよ。しかもね、方向をよく分かってなかった。あれだね、馬の背後に近づいちゃいけないんだね、きっと。
蹴られるから。待ってよ。乗らせて。間違えた間違えた、はい。こっちこっち。あの、はい、こっちね。これはいける、いけるぞ。あ、そっちじゃないんだ、そっちじゃないんだ。はい、こっちこっち。連れてきた。おお、お見事。しかし、まさかこんなにも簡単に2分の壁が破られてしまうとは。ほんとよ、世界選手権2位なんやろ。やばくない？まあ、野生馬手なずけ選手権2位といっても、参加選手は兄と私の2人だけ。じゃあ最下位やないかい。これは第2回野生馬手なずけ選手権の優勝賞金。どうぞお受け取りを。おう、やったね。紫ルピー、50ルピー、紫色に輝くルピー、これはかなり嬉しい。やはり世界は広いですな。でしょう。よいしょ。ふぅ。あ、てかもう朝になったんやね、そういえば。どっちが勝ったの？ねえ、シーバー。そこに立っているお兄ちゃん、馬に興味があるのかな？そうだね、ダート。馬に乗りたくて仕方ないって目をしてるよね。もう馬が気になりすぎて、馬以外のことはどうでもよくなりかけてる目だよね。そんなことはないよ。ってことは？ってことは？何？僕らの出番ってこと。ヒヒーン、ようこそ双子馬宿。正確には、ようこそ双子馬宿の馬小屋前。あ、正確やね。目を見ればわかるんだ。お兄ちゃん馬のことで頭がいっぱいだよね。そう、目を見ればわかるんだ。お兄ちゃんの今の頭の中って、馬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 、飯、馬、馬だよね。飯馬だったら僕らがお役に立てるよ。馬のことなら僕らに聞いて。馬をヒヒーンと乗り暮らすの目を、ヒヒーンとかいっぱい。あ、今のは僕じゃなくて父ちゃんが考えたじゃれだからね。懐かせ方。野生だから懐いてない間は変な方向に行ったり、時には暴れたりするんだ。そんな時はなだめてあげるといいんだって。でもやみくもになだめてもダメって父ちゃん言ってたよ。ちゃんと言うことを聞いた時になだめてあげるんだよ。お馬さん乗る時とか降りる前とか、ありがとうの代わりにするんだよ。お兄ちゃんわかった？なるほどね。父ちゃんにいっぱい教えてもらったんだ。ほうほう。父ちゃんはお馬さんチャンピオンの次のチャンピオンなんだ。さっきの人やね。すごいだろう。二人だけの大会ってことはきっと内緒にしてるんだね。知らない方が幸せなことってあるよ。おはよう。なんだか見慣れない格好だけど、あなたも旅人？そうそう。ハイラルの至るところに大厄災の名残があるけど、この世界が終わりかかったとは思えないよね。でもまだまだ魔物は残ってるし、ハイラル城のあたりは物騒だし、あなたも旅を続けるなら薬ぐらいは持っとかないと危ないよ。薬？あ、作ったやつかな。薬は昆虫や魔物の素材から作れるんだよ。体力とかは回復しないけど、足が速くなったり、暑さや寒さをしのげたり、特殊な効果があるものが多いかな。それにしても、薬も知らないでよく旅なんかしてるね。あなたなんだか頼りないし、私の薬一つ分けてあげるよ。おお、ありがとう。ゴーゴー薬、早く動けるゴーゴー効果レベル1。運動神経がすごく良くなる薬、走って登って泳いで全ての動きが速くなる。ゴーゴー薬を使えば、ゴーゴー薬なんやね。早く走れるようになるから。私は敵から逃げるときや、急いでいるときなんかによく使うかな。レシピもゴーゴーとかけて、桃の素材だけでできるから。いつも10個はストックしてるよ。すげえ。そんなに？まあ、でも確かに他に使い道がない、桃の素材とかやったら使ってもいいかもね。あの橋のことかな、もしや。あの、いいよってやつ。どこやっけ？あの、ミニチャレンジ？ミニチャレンジ？かな？大盗賊ラムダの財宝。若き橋、かかる川物源流の闇夜に浮かぶ天の白滝。夜じゃないといかんのか。多分ここのこの橋のことやと思うんやけど。双子兄橋。双子弟橋もあるということかもしや。お、あれなんか看板じゃない？うわ、なんだ、びっくりした。やめてよ。狙い撃ちしてくるのはやめてよ。うお、びっくり。ほら、看板かかっとる、看板。こういうのはちゃんと見とかんとね、道案内。お、双子弟橋があちらに。双子弟橋とかのなんか関係あるんかな。若き橋かかる川物源流の闇夜に浮かぶ天の白滝。若き橋、弟橋の方かな。かかる川物源流の闇夜に浮かぶ天の白滝。
双子と男、うわこっちにもいるんかい、お前か、くそ、よいしょ、こっちの弟橋の方にきっと何かしら、お、何そんなところにも来るの君、は草のないところにまで来るのかよ、おい、あ、でもそっか、水の中にもおるぐらいやけん、そうなのか、ねえ、そこの、魚消えたんですけど、ちょ待って、しかも結構な感じで流されてるな私、これは戻れます、流れに乗った方がいいのこれあれかな、流れに乗ってたらそこの橋に引っかかるかな、流れの速さを考えずに飛び込んでしまった、あこれ溺れる感じやあこれ溺れる感じや、橋たどり着ける、たどり着けんやろ、ほら、はい来た、ここはどこだ、どの方向だ、こっち、弟橋の方まで戻されたわけね、なるほど天の白滝多分あれよね、お、あれは、あ、カエル、カエルや、カエル、これ違うカエルやない、ガッツガエル、雨の時にしか姿を現さない珍しいカエル、肝が持つ成分に代謝を活発にする効能があり、薬にすると頑張りゲージが限界を超えて増える、おお、いいっすね、ん、あれはもしや、何あれ、もしやとか言ったけど何にもわからんねえけど何これ、双子アニバシは分かったけど、お、バッタか、バッタだな、あーくそ飛び立った、あなんだ人が走ってきた、なんか超浮かんでんだけど、これ上になんかある感じ、てかまああるよねよし、登ってる間に攻撃されませんように、あカエルめっちゃ泳ぎようやけどめっちゃカエル泳ぎようやけど、これ上に上がってさボコブリにおったりせんよね、何あれ、なんでもないんか、布か、え、なんもないの、あ、きっとあれや、え、なに錆びた剣だっけ、え、あのコログの妖精とかそういうのは、あ、押せる、押せるけどちょっと壊した方がなんかありそうじゃない、壊れたし、え、やっぱりあれかな、あすげえ、何これ風を起こせるんや、今初めて知った、落とした方がいいんかやっぱり、あー何あれ、なんかいっぱい食料が、ゲームオーバーになったけどゲームオーバーになったけど、リトライ。あ、ここからや。え？何？もしかしてまた上に戻った？え？また上に戻った感じですか？これ持てるやん。なんかあるんやない？はい、なんもない。はい、なんもない。ちょ、待って。はい。そっか、セーブしたところまで戻ったってことやけん。また上にあるんか、あれ。あ、ふよふよ浮かんできた。ああいう状態の時は気づかんのかな、こっちに。どうしよう、これやっぱり上で壊した方が安全ってことか。いや、でもこれ落として、こっち側に落とそうか。何これ、押せる方向が決まっとん。もしや。ってことはやっぱこっちからじゃないとダメってこと？あ、そういうことじゃない。私がしゃがんでるからか。あ、押せる押せる。え、押せないの？いや、押せるよ。なんか定期的にさ、よいしょ。あ、結構スムーズに落とせるんや。
あ、なにこれ、スルスルスルって降りれる。へえ、手の皮とか超むけそうやけど。手袋してるけん大丈夫なんかな。あ、やったね、木の矢ゲット。そしてリンゴ。お、いいぞいいぞ。あ、あっちにも祠ある。けどまずはあそこの祠をちょっとね、あそこの祠をクリアしたいよね。いや、いけた？うお、流れる、流される。どういう状態かがよくわからんねんけど、あ、上がれた。とりあえず多分やっつけれたんだろう、現れないから。お、あれはトカゲじゃね？マックストカゲかな、これは。ゴーゴートカゲの方か。くそ、ん？何これ？あ、水の真ん中にあるの？へえ。あ、でも普通に歩いていけるんや。これ罠ですか、これ。こういうのってどうなの？なんか破壊できるんかな？いやー。お。あ、もしかしてあれか？あの、違う違う。爆弾とかで破壊できたりはする？違う違う違う。はあ、ペイ。え、全然ですけど。え、全然ですけど。ちょっと高めのところからパラセールで行った方がいいとかいうことかな。ここ全然高くないか。これさ、ここを登ることはできないの？この祠自体を。登れないのか。祠、あ、登れるじゃん。え、登れるのこれ。登れねえ。あ、登る。何その微妙に登れるところがあるっていう。うう、くそ。ダメージを受けた。入れない。近くにあるのに入れない。これも罠かな。やっぱりもうちょっと高い位置から行った方がいいんか。ここの上ぐらいから飛び降りようかな。それが一番安全な気がする。よし、向かいます。これジャンプした方が早いかな。はっ、あ、たどり着けんような気がしてきた。たどり着けんような気がしてきた。なんか別の方向から行った方が、いや、普通に上がった方がいいんかな。ジャンプとかせずに普通に上がっていった方がたどり着けるんかな、もしや。いける？いけそう？ああ、うん、普通に行った方が多分これ普通にたどり着くわ。普通普通言いすぎやけど。で、この上からとりあえずあの祠の上にたどり着ければそこからシュッて降りていけるやろうし。え、でも出るときどうやるんだ。え、出るときどうやって出るの。出れなくね。え、出れなくね。どうやればいいんやろうね。で、多分、あ、マジか。あ、マジで？え、マジで上がれなくね？頑張りゲージが足りないかもしや。それか、もっと低い。この辺とかからなら上がれる。上がれそうな場所を探すのもなんかちょっと一苦労な。この辺一回休めんのかな？若干緩やかになってない？いや、さすがに休めはせんか。どうなんやろ、一旦。微妙だな。
あれぐらいの斜面に行ったら休めるかな。わからねえ。ちょ、待ってね。とりあえず、こう。この辺とかで休めるんやないか。何にも休めんかった。普通に降りたわ。うーむ。うーむ。頑張りゲージを増やした方がいいかな。何何何、何かに追いかけられるんかと思った。じゃあとりあえずどれだ、頑張りゲージ、頑張りゲージ。あれ、頑張りゲージが増やせる料理とかしてなかったっけ。私してないんか。頑張りゲージが限界を超えて増える、薬にするとか。あれ、料理した中にあった気がしたんやけど、気のせいか。頑張りゲージを回復する薬のもと。料理をしてこいということだね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。